お、なんか人工物あるじゃないですか。これがそれですよ。まあでも4、50分はなんとか。つけたり消したりのが、登りますよ、すぐ。なんかね、このチクチク時が痛いね。え、邪魔だよね。あ、意外と思ったよりでかいじゃないですか。大きいです。これ壁だ。これは防壁だよね。うん。敵の弾を受けるためにね。おお、こっちから攻めるかな。ね、もう完全にそういう弾だってわかるでしょ、弾管だってね。ああ、そうでしょうね。ね。いやー、鉄骨すげえいっぱい使ってる。ここはなんだろう。これはだ、残党拳、ほら、ここ。これが砲の台じゃん。ああ、なるほど、なるほど。砲の台ですよ。なるほど。ね。なんか、ここにある、このドラム缶に、コンクリートを詰めて、あとの作ったコンクリートは何ですか？あります？いや、僕も作ってみましょう。見ましょう、見ましょう。お母さん、その中入りたいね。入れるんこれ大砲の台だって、やっとたどり着いた。それが大砲の台。この鉄骨はね、まだ壁があったってことか。これ囲ってたのよ。で、ほらここに砲があって、あーガーンと撃ったわけでしょ。なるほどね。こっちにも撃ったでしょ。だからほらこういう食らうわけでしょ、うん、あーこっち向かって撃ってたわけね。もうこれ何なんですか、こういうくぼみって。おそらく弾丸を入れては。ああ、倉庫ね、置き場ね。なるほど。
回り道しすぎたかな。いけないかこれ。いけないね。あ、いた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 。